時は2005年12月。僕はみずほファイナンシャルグループ傘下みずほ証券の社員、金融法人部で毎日株を売買しているエリート社員なのだ。ずんだくん、今日から君の部署に新人入るから教育よろしくね。はい、なのだ。よろしくお願いいたします。じゃあ早速仕事内容を教えるから聞け。はい。我ら金融法人部は会社の屋台骨を支える重要な部署である。会社が保有する資産の運用株式債券の売買委託に引き受け業務、株の持ち合い買い入れ、とにかく金融に関わることを全てこなす。なんでもや、それが僕たちの仕事なのだ。株の取引は学生時代やったことがあるのでなんとなくわかります。一丁前に分かった口聞くじゃねえか。子供のお遊びとは違うのだよ、お遊びとは。じゃあ早速プロの仕事を見せてやるのだ。おなしゃす。この日は偶然にも JCOM という総合人材サービス会社が東証に新規上場する日だった。ずんだもんは後輩指導も兼ねて発注操作を行った。それが悲劇の始まりになるとも知らずに。ふむ、一株61万円売りか。カチャカチャ、よしっと。この時ずんだもんは間違って1株61万円で売るべきを1円で61万株売りと、とんでもない数字を入力してしまう。わかりやすく言うと、ヴィトンのバッグを1円で大量にネット通販に出品してしまったのだ。だが後輩の前で格好をつけるずんだもんは自分のミスに気づかず、警告表示も気に留めず OK ボタンを押した。ここから地獄の7分間が始まるのである。ずんださん、さっきの注文数字おかしくなかったですか？これだからショートは困る。エリートの僕に限って数字を間違えるわけがないだろう。生意気言ってないで。お前はこの書類を100部コピーしてくるのだ。はい。不幸中の幸いというべきか、初期入力値の1円に関してはシステムを通過することはなく、異常な数値の価格として一旦ストップ。しかし有効な価格の加減で取引というみなし処理が通ってしまい、市場最低価格の 57.2 万円という売り取引が開始。57万円というありえない低価格で61万株という大量の売り注文が東京証券取引所システムへと伝達されていった。さて、今日は待ちに待った合コンなのだ。いつものごとく年収マウント聞かせて、ゾロ目の港区女子とトゥナイトなのだ。ねえずんだくん、JCOMの発注の数字おかしくない？先輩まで何を言ってるんすか。どれどれ。これやばない。焦るな凡人よ。こういう時は発注を取り消せば万事 OK なのだ。積んだものは慌てて発注の取り消し処理を行ったが、はあ、いや取り消せないんだが。東証のシステムは取り返しつかない様子たっぷりのクソゲーかよ。これこのままじゃヤバくね。めちゃめちゃ焦っててくさ。先輩、コピー100部終わりました。次何したらいいすか？今それどころじゃないの見てわからんか。空気読め、このしじまち人間のゆとり世代が。何か決めてて森。東証のシステムはみなし処理の最中に発注の取り消しを受け付けないというシステムバグのため、積んだもんが何度取り消し処理を行ってもその処理が通ることはなかった。一方その頃、大量の売り注文を受けて不審に思った東証の担当者が焦ってみずほ証券に電話をかけてきた。はい、みずほ証券です。こちら東京証券取引所のものですが、ありえない注文が来ています。ご発注ではないでしょうか？ご発注？銘柄コードを教えてください。1230です。わかりました、社内で確認します。この時、東証の担当者は焦って JCOM 社の銘柄コードではなく自分の電話番号の下4桁を答えてしまったのである。そのためご発注したのが JCOM 社だと理解されず、事態はますます深刻になっていく。東証の担当者から聞いた銘柄コードの株でおかしな動きは見つかりません。え、マジ？これ場合によっちゃ最悪、会社済むぞ。何が起きてるんだ？金融法人部のずんだなのだ。 JCOM の売り注文が取り消せなくてパニパニパニックなのだ。助けてほしいのだ。犯人お前か。何してくれてんだこの枝豆が。ここでようやくご発注が会社内で認識される。すぐさま取り消し作業が行われ、事態は収束と思われたのだが、結局うちの部署でもキャンセルできないぞ。どうして？61万株も1円で売れるわけないだろ。みずほ証券の保有する東証の端末を操作しても結果は変わらなかった。無情にも時は動き、時刻は午前9時30分になる。 JCOM の株は急落し、ストップ安である57万2000円まで値を下げてしまう。ストップ安がなければもっとまずいことになってましたね。これが不幸中の幸い。ってそんなこと言ってる場合じゃねえ。マジでいくらの損失になるんだ。100億や200億じゃ効かないぞ。はい、東証です。さっきの注文は間違いなので取り消ししてほしいのだ。自分たちで取り消せないみずほ側としては東証に依頼するしかない。しかし東証の返答はこうだった。こちらではできませんので、みずほさんで取り消しをお願いします。いやこっちで何の試してもできないから頼んでるのだ。そう言われてもこちらでは対応できかねます。何言ってるのだ。そも
そもなんで取り消しできないクソゲーシステムになってんすか。東証側の問題なのだ。うちのシステムでは実勢価格を大幅に下回った注文が出た場合、調整作業としてみなし処理が行われるんですよ。このみなし処理中は取り消しできないシステムなんです。もう何でもいいからお願いなのだ。このままじゃ400億の損失なのだ。実は東証の担当者は売買を停止する権限を持っており、決断さえすれば売れ注文を取り消すことができた。しかし責任問題を恐れた担当者はその場で売買停止を判断することができなかったのである。そしてこの東証とみずほの押し問答による時間のロスがさらなる悲劇を招く。その頃、某ネット掲示板には次々と書き込みが行われていた。東証のシステム壊れたの？税込む。発行済み株数超えててくさ。61万株もないでしょ。発行株数1万4500株だぞ。知識のある投資家たちは軒並みこの発注を怪しんだ。株価が異常に急落したことで動揺した投資家たちが、極端な安値で売り注文を入れたため市場はさらに混乱していく。だが投資家たちの中には勘のいい人物も多数存在しており、その中でも突出した動きを見せた男がいた。BNF というハンドルネームの27歳の男性である。57万円。100万円は行くと思ったけど安いな。今動かせるお金は80億か。そうだな。よし、7100株買おう。その時すでに80億円ほどの運用資産を持っていたこの男は、そのうちの40億円でジェイコム株を一気に購入する。時を同じくしてみずほ証券のズンダモンは、東証に行っても取り消せないし、これも積んでるな。どうするんすか先輩。やけくその反対売買しかねえぞ。61万株差し値買いだ。みずほ証券は47万株を差し値買いすることを決定。それでも投資家たちの暴走は止まらなかった。全部買い占めろ。間違いなく誤発注だろ。10株買ったったん。すげえよ、この株どうなるんだろ。株のボードに47万株買いの数字が表示される。これにより投資家たちは誤発注を確信し、さらに盛り上がったのである。ゼーブロも受けだぜ。ビールを飲むぞ。61万株も買い戻すんだから、まだまだ大口の買い注文だな。午前9時43分、今度はストップ高となり 77.2 万円台にまで値段が上がった。ストップ安からストップ高までは一瞬の出来事だったが、ここから誤発注をした犯人探しが始まるのである。あの大企業が誤発注したに違いない怪しい値動きをしていた。ドイツからの注文らしいぞ。それに同じような損失を出した企業じゃねえ。犯人に仕立て上げられた企業が多数出る中、とうとう、みずほが事件の当事者であることが判明する。この度は誠に申し訳ありませんでした。すべては僕の責任なのだ。今回の事件はなぜ起きたのですか？後輩にかっこいいところを見せようとしたのだ。でもミスは誰にでもある。死ぬこと以外はかすり傷。そんな背中を見せることも一つの教育なのだ。素晴らしい反面教師ですね。ちなみに一部の企業にのみ誤発注を知らせたとの報道もありますが、その点はいかがですか？それはありえないのだ。仲良しの友人に愚痴電話したけど、それが知らせたことになるとは思ってません。それってあなたの感想ですよね。とにかくそれはノーコメントで、世の中には触れてはいけないパンドラの箱というのがあるのだよ、クソボケが。え？失礼。心の声が漏れてしまいました。まあ、みずほ証券の主張はよくわかりました。この誤発注事件で買われたおよそ10万株の買い注文は有効となり、ネットでは歓喜の声が上がった。そしてこの取引で最も大きな利益を上げたとされる BNF は16分で20億ゲット。でもこれワンチャン没収の可能性あるよな。よし、この利益で他の銘柄売買しまくって出金しとこう。こうしてたった16分の間におよそ20億円もの大金を稼いだことで、ジェイコム落として一躍時の人となったのである。そしてここから、みずほ証券と東証間の泥沼の話し合いが始まった。賢い僕は考えました。今回の件は確かに僕の誤発注がことの始まり。だけどそもそも間違った注文をキャンセルできない東証側のシステムに欠陥がある。ヒューマンエラーは誰にだって起こり得るもの。それによる損失を未然に防ぐのがシステムの価値。それができないならシステムの存在意義とは。正しく稼働して取り消しができていれば、みずほ証券の損失は5億円ほどで済んだのだ。あと担当者は売買を停止する権限があったのだから、誤発注として取引を停止すればよかったっしょ。つまり今回は全て東証の責任なので、損失の404億円は損害賠償として東証が支払うべきなのだ。なあ、そうだろう？は？自分たちで間違えといて人のせいにしてあげく金をよこせ。どこのヤクザだよ。こうしてみずほ証券と東証の裁判が始まりました。裁判官は悩みました。これどっちが悪いのか。最高裁まで持ち込まれて合計10年悩みました。決めました。東証はみずほに107億円支払ってください。は？裁判の結果、異常を認識して停止可能だったのに、必要な措置を取らなかった東証に責任があることが認められた。なお損失額は誤発注の約7分後以降に生じた150億円と算定され、東証とみずほの過失割合を7対3とし、東証に107億円の賠償を命じた。こうして日本の全投資家を巻き込んだ大事件は幕を閉じたのである。そして、この事件の後誤発注をした当事者のズンダモンはというと。ズンダさん、これシュレッダーにかけといてください。この書類破棄しておいて。これもシュレッダーにかけておいてね。あの事件以降、髪を切り裂いて捨てるだけの毎日なのだ。監視カメラあるから少しでもサボると怒鳴られるし、頭おかしくなりそうなのだ。
あ、トイレ掃除と電球交換もよろしくね。どうしてどうしてどうして、僕はエリート社員だったはずなのに。こんな状態がしばらく続いた後、現在は消息不明となっている。一瞬にして天国と地獄を味わった人を大量に出したジェイコム誤発注事件。今後、証券会社に勤務する人はご注意を。彼の名はカルロス・ゴーン。ミスター・ビーンを彷彿させるくっきりした目鼻立ちがトレードマークだ。セレブな成功者のイメージが強い彼だが過酷な幼少期を過ごしており、父ジョルジ・ゴーンは殺人犯として服役するほどの悪人だった。彼自身も2歳の時に井戸水を飲んだことで生死をさまよい療養のためリオデジャネイロに移住。その後6歳になりレバノンの首都ベイルートへ。決して親ガチャ SSR とは言えない幼少期を過ごしたゴーンですが、その卓越した頭脳と努力により理工系トップであるパリ国立高等工業学校に入学。卒業後はタイヤ製造企業ミシュランに勤め、35歳で北米ミシュランの CEO に就任。1996年にフランスルノー社にスカウトされ同社の副社長となる。幼少期の逆境を自らの力で乗り越え、この時点で圧倒的成功者であるゴーンだが、この度、日産の CEO になりました。1999年、ルノーと日産の間で資本提携が結ばれ、最高執行責任者として日産に入社し、人生を大きく変えることになるんだ。僕はずんだもん。大学を卒業して日産の社員になったのだ。日本を代表する大きな会社でこれから僕は将来安泰なのだ。人生勝ち組間違いなし。明日の合コンもモテモテなのだ。パーフェクトヒューマンすぎて自分が怖い。さて2チャンネルに書き込んで自己肯定感をさらに後押ししてもらうとするか。日産に入社したけど質問ある？日産、完全に落ち目じゃね？永遠の2番手。リストラしまくってギリクロ時転換した鬼畜企業。そんなはずないっしょ。確かにトップはトヨタだけど日産だって立派な上場企業なのだ。おい、日産がルノーと資本提携するってよ。新しく来る CEO の異名知ってる？コストカッター。一致完全に終わった。食なしまっしぐらで草。連れ削除ポチ。敗北の価値。ベスバはそっと辞すれば精神的に勝ちなのだ。てか就活の時ちゃんと見てなかったけど、ここ3年間の累積赤字7261億円もあるのだ。これ完全に上場企業詐欺じゃねえ。バブル崩壊後の日産の経営状態はひどく、1998年から2000年にかけて7261億円の赤字、有利子負債は2兆円を超えると言われており瀕死の財務状況だった。リストラや工場閉鎖でなんとか食い繋いでる状況の中、1999年にフランスの自動車企業ルノーと資本提携をすることになる。そして日産を立て直すべくやってきたのが、当時ルノーの副社長であったカルロス・ゴーンだった。ゴーンさん、これから日産は大丈夫なんでしょうか？あの、君は誰？今年度新入社員ナンバーワン候補のズンダです。これからの日産を背負う一人として状況を聞いておかねばと思いまして。まあいいや、ぶっちゃけかなり厳しい、大胆な改革が必要だ。ふむふむ。そこで、日産リバイバルプランを発表することにした。必殺技みてえなネーミングっすね。具体的に何をするんすか？公約は3つだ。1、2000年度の黒字化。2、2002年度営業利益率 4.5。3、2002年度末連結有利子負債7000億円以下に削減。大将そりゃ無理っすよ。なお、一つでも達成できなかった場合、経営陣は全員辞任する。マジっすか？大マジだ。これが断固たる決意ってやつか。ちなみにどうやって実現するんすか？ふむ、ちょうどいい。君にやってもらうとするか。まずは国内生産体制の整理からだ。1999年10月、カルロス・ゴーンは日産リバイバルプランを打ち出した。そして実行役としてクロスファンクショナルチームを作り、その中心としてズンダモンが任命されたのである。翌日。ゴーンさんに言われて東京の村山工場にやってきたのだ。工場長にこの手紙を渡すと言われたのだ。あ、どうも工場長。いやズンダ君久しぶりだね。どうしたの？こちらゴーンさんからです。本工場は2001年から2004年までに順次閉鎖し、工場機能は他工場に移転する。以上だ。は？いきなり来て何のつもりだ枝豆。従業員たちの生活はどうするんだ？いや僕に言われても。じゃあミスター・ビーンに伝えてこいや。魔人ブーみたいに言わないで。ビ、ゴーンさん、工場からの反発エグいっす。どうしますか？ほっておけ、どうせすぐ収まるよ。日本人ってそういう人種だろ。さあ次の指令だ、行ってこい。翌日。今日はいつも取引してる部品会社に来たのだ。今日も手紙を預かってて何か嫌な予感はするが、やるしかないのだ。ヤズンダ君どうしたの？あ、どうも社長、いつもお世話になってます。うちのボスから手紙を預かってます。ふむふむ。日産サプライヤーは3年間で 20% のコストダウンを行うこと。なお、達成できない会社との契約は打ち切る。以上だ。は？ん？社長どうしたんすか？帰れ、二度と顔見せんなこの枝豆が。
ボス、サプライヤーも歴をポプンプン丸だったのだ。工場閉鎖もですけど、ビジネスパートナーにあんな厳しい要求出して大丈夫なんすか？いいかいずんだくん、これまでが異常だったんだ。まず工場閉鎖だが、稼働率はいくらか知ってるかい？80% くらい？ 53% だ。つまり半分は仕事していないのと同じなんだよ。働かないおじさんが大量発生してたんすね。そりゃ仕方ないわ。生産能力が大量に余ってるのだから、余分な贅肉はカットするのが経営の基本だ。そして販売会社やサプライヤーだが天下りの温床になっていた。つまり裁量の経営をするよりも自分の利益を優先して日産を食い物にしている。さすがジャパン、老害は日本の文化っすね。君仕事できる口だね。当然この状況で赤字から復活することは 100% 不可能。これはいずれ誰かが実行しなければならなかった。それを私がしただけの話だ。正論すぎてグーの根も出ねえっす。さすがコストカッターの異名を持つ経営のプロなのだ。ゴーンは日産リバイバルプラン策定を容赦なく大なたを振るった。1999年7工場24プラットフォームあった生産体制を2001年には4工場15プラットフォームへと一気に縮小。従業員の 14%、 2.1 万人を削減した。サプライヤーには3年間で 20% のコストカットを要求し、取引先も半分に減らしたのである。こんな大きな改革を行うと暴動が起きそうなものだが、ゴーンの予想通り従業員からの反発はほぼなく、文句は言うものの行動に移す者はいなかったという。そして1年後、ずんだくん、2000年の純利益3310億円達成だ。完全な V 字回復なのだ。もともと技術はあって組織的な問題だったからね。そのために君たちクロスファンクショナルチームを作ったんだ。これからもよろしく頼むよ。ボス、一生ついていきますボス。バブル崩壊後の日産が転落した原因は、社内の権力闘争が生んだ非合理的なセクショナリズムであり、本来一丸となって戦うべき組織が内部摩擦で多くのエネルギーを消耗していたんだ。そんな日産を救ったのは、厳しい表情の中にどこかコミカルな影を残すカルロス・ゴーン。2003年6月には2兆円の有利子負債を全額返済し、国内シェアも 20% 近くまで回復。さらに次の中長期計画である日産180を打ち出し、これも達成。そして2005年にはルノーの CEO に就任。さらにルノーと日産の合弁会社の CEO も兼務することになるのだが、この頃からパーフェクトヒューマンだったゴーンに違和感が現れ始めたんだ。革命的企業ルノーの CEO としてフランスに戻ってきました。光栄に思います。ゴーン君、お疲れちゃん。約束通りルノーのことは頼んだよ。あと、日産の CEO は早く退任するように。はい、日産の後継者を探します。それまでの数ヶ月は、ルノーと日産の CEO を兼任します。この言葉は嘘であり、ゴーンが日産の CEO を退任することはなかった。これが致命的な間違いだった。ルノーと日産、そして、ゴーン自身にとっても。ボス、今日は大っすね。うむ、行くとしようか。ようやく着きましたね。ではガパオとトムヤムくんでもいただくか。次はエジプトだ、行くぞ。もう出発すか。はあはあ、移動だけで一苦労なのだ。さてゆっくりナイル川でも見るとするか。お次はヨーロッパだ。ボスちょいと移動が多すぎやしませんか。ずっと飛行機乗ってるのだ。世界を代表するグローバル企業2社の CEO なんだ。仕方ないだろう。最近日本のメディアになんて言われてるか知ってんすか。なんだい？セブンイレブンなんて呼ばれてるのだ。ははは、ジャパニーズジョークってやつか。小屋一本取られたな。ルノーと日産の距離は1万キロもあり、2社と関連企業の移動でずっと飛行機を乗り継ぎ、寝る間もなく24時間働くゴーンにつけられたネーミングはセブンイレブン。しかしそんな働き方ではチームと現場の状況を正しく把握することは不可能であり、徐々にゴーンと働く人たちとの間には大きなズレが生じ始めたんだ。そして、中長期計画を発表する。3年間で合計26台の車を投入し、2006年と比較して2009年の販売台数を80万台増加する。通常の半分の開発期間しかないじゃないかボス。さすがにそれは無理っすよ。この無理ゲーな長期経営計画により労働環境が悪化したルノーのテクノセンターでは、2006年10月から4ヶ月で3人の自殺者が出てしまう。当然メディアからの批判はゴーンに集中した。さらに2010年。ボス、今年から1億円以上の報酬をもらう場合は、いくらもらうか世間に公表しなきゃいけないらしいっす。え、マジ？そういえばボスの給料っていくらなんですか？まあこんだけ働いてるし2億くらいっすかね。10億だ。確かトヨタの社長でも3億くらいじゃなかった？それは彼らが安すぎるんだ。私からするとこれでも少ないくらいだよ。あと株価連動型インセンティブ受容権があるから、実際の報酬はもうちょいあるよ。なんすかそれ？まあストックオプションみたいなもんさ。株価が上がったタイミングで私が権利を使えば報酬になるってこと。それは公開しなくていいんすか。
だって現時点では報酬はもらっていないし、金額が確定してないから報告書に書きようがないだろ。ふむ、確かにそうっすね。まあ細かいことは置いといて、今日はボスのおごりでザギンでシースーでもかましますか。まあいいか。この SAR が今後のゴーンの人生を大きく変えてしまうきっかけになるが、それは一旦置いておこう。当時、日産における自身を含めた経営陣の報酬はゴーンに一任されており、社内では反論や質問ができる環境ではなくなっていた。こうして日産の救世主だったゴーンは徐々に闇落ちの片鱗を見せるようになり、少しずつ物語の歯車が動き出すんだ。ゴーンさん、ちょっとよろしいでしょうか。なんだい。会社経費用クレジットカードの明細なんですが、野菜やワインなど私的に使ってると思われる項目が多いです。これらを経費扱いするのはまずいのでは。そうか、わかった。お前解雇な。え、出た必殺マジレス罪。でもまあここはボスの帝国だから、ゴーンに異論を唱える方が悪いのだ。当時の日産はゴーン帝国と言われており、会議では反論を唱えればポストから外されるような状況だった。当然彼の周りにはイエスマンだけが残ることになる。さらに日産リバイバルプランで活躍した救世主クロスファンクショナルチームもゴーンの親衛隊になり変わり、その彼らでさえもゴーンからの要求を断るとすぐに飛ばされる。そんな独裁政治が続く中、2010年9月、彼の迷走を決定づけるある出来事が起こるのである。ツンダ君、ちょっといいかな。はい。ルノーのテクノセンターに怪しい動きがある。産業スパイがいないか調査してくれ。それは一大事っすね。OK ボス、行ってくるのだ。おい、お前産業スパイじゃないのか。は、違いますけど。グラサンしてるからいかにもって思ったけど、そりゃそうか。誰か怪しい人いる。いや、いないっすね。積んだもんが聞き取り調査をした結果、特に産業スパイの証拠はなかった。特に怪しい人はいなかったのだ。今回はちょっと考えすぎだったっすかね。いや、そんなはずはない。3人の幹部を解雇する。え、いやでも間違いない奴らは怪しい。この解雇劇はフランスで大きな波紋を呼び、積んだもんは会見をすることになりました。今回産業スパイが発覚して3名を解雇されたとのことですが、理由は何でしょうか。ボスが言うには、ルノーと日産が共同開発中の電気自動車に関わる技術情報を中国企業にリークした疑いがあるとのことです。その根拠は。幹部3名が海外に秘密口座を保有しており、そこに謝礼が振り込まれているはずだとボスが申しておりました。証拠はありますか。はい、ここに今申した経緯を記載した紙がございます。これが証拠です。それってボスの妄想ですよね。実際に秘密口座は見つかったのでしょうか。あるはずだとボスは考えています。なんか感想多くないですか。これ以上はいろいろあって言えません。こっちの事情も差し置くそぼけだ。え、失礼、心の声が漏れてしまいました。まあ会社側の主張はよくわかりました。うん、なんとか乗り切ったね。あれ、乗り切れてました。このルノーの産業スパイ事件はパリ検察当局により調べられることになった。その結果、スパイ行為を行った痕跡は一切認められなかったのである。そしてゴーンもその事実を認め、私は間違えた、人間だもの、ごめんとエクストリーム TV ショー土下座をかますことになる。そして不当解雇した3名の地位回復を図る方針となった。この事件の真相は明らかになっていないが、一説では独裁政権を敷いたゴーンの被害妄想によるものとの見解もある。しかしゴーンの様々な迷走はありながらも、経営者としての手腕は正しく、日産グループはその後も成長を続けていったんだ。そして2017年、積んだ君、ついにやったぞ。どうしたんすか。我々はトヨタグループを抜いて世界第2位の自動車グループとなった。マジっすか。やはり日産を選んだ僕の目に狂いはなかった。あの時のネラードもざまあなのだ。あと私は今年で社長を退任する。これからは会長役としてグループ全体の経営に注力するよ。え、もしや次の社長は。そう、君に任せたよ。才川ずんだ君。おお、やっちゃえ日産なのだ。2016年に燃費不正問題で揺れる三菱自動車を傘下に置き、2017年に日産グループはトヨタを抜いて世界第2位の自動車販売数を記録。さらに同年ゴーンは代表取締役社長を退任し、日産を積んだもんに託したのだった。順風満帆に思える日産の躍進だが、ゴーンがその裏でえげつないことをしてるのをこの時世間は知る由もなかった。そして運命の日は突然やってくる。1年後、2018年11月19日、この日、日産のプライベートジェット、ガルフストリーム G650 はカルロス・ゴーンを乗せ、午後3時41分、羽田空港に到着した。そして、速報です。日産 CEO カルロス・ゴーン氏が、金融商品取引法違反で逮捕されました。ふむ、
ついにこの日が来てしまったか。皆さんはお気づきだろうか。いつもはお茶目でドジっ子なずんだもんが、この速報を慌てず冷静に眺めていることに。そう、実はずんだもんはゴーンの悪用を内部調査しており、この告発はこの枝豆が主導したものでした。話は数ヶ月前に遡る。数ヶ月前。君、ちょっといいかな。最近ボスがはちゃめちゃすぎる。お金の動きを調査してほしいのだ。え、でもバレたら私の人生が。大丈夫、責任は僕が取るのだ。数週間後。こちらが調査結果です。おい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 、ボス、こりゃねえぜ。えげつないことしすぎだろ。ずんださんどうしますか。やるしかねえ。このままじゃ日産がたった一人の男に食いつくされるのだ。調査結果を受けてずんだもんはミスターゴーンを告発。そしてゴーン逮捕直後の2018年11月19日深夜、ずんだもんは緊急記者会見を開いたのだった。今回の逮捕劇は日産の内部告発によるものと聞きました。これはクーデターですか。違うのだ。僕は長年ボスと一緒に仕事をしてきました。そして今回の件でボスを裏切ったと言われるでしょう。でも違います。ボスが僕を、日産を裏切ったのです。こうしてずんだもんはカルロス・ゴーンが行ったとされる不正行為を公表したのである。なお、これから紹介する内容はまだ裁判が開かれていない。従って確定した罪ではなく、あくまでも逮捕起訴理由として理解してほしい。まず一つ目は有価証券報告書への嘘の記載です。世間の皆さんに公表する自分の報酬を約10億円ほどとしていましたが、これが嘘でした。具体的にいくらだったのですか。最大で37億円の報酬がありました。全然違うじゃん。ずんださんはその事実を知らなかったのですか。 SAR という難しい言葉を使われて理解できませんでした。これは僕の落ち度なのだ。ごめん。次にボスは日産の資産を自分のために使いまくっていました。はい、ゴーンに儲け話ないかしら。うん、そうだな。あ、じゃあコンサルタント報酬渡すわ。こんな感じで2003年から10年以上にわたり75万ドルのコンサルタント報酬をお姉さんに支払ってたのだ。もちろん日産はお姉さんにコンサルはしてもらってません。他にはどんなことがありますか。会社の金で家を買ってたのだ。え、どこに。どんな家を。レバノンとブラジルです。ざっくり費用は20億円。てか、そこ会社ありましたっけ。ありません。日産トルノーがある日本かフランスならワンちゃん理解できましたが、正直これはビビったっすね。そうだ、バトボスの誕生日会と結婚式をベルサイユ宮殿でやったんすけど、これも日産トルノーから一部支払われてました。公私混同しすぎてて草も生えませんね。てか、そもそも日産ガバガバガバナンスすぎやしませんか。そこは今後の大きな課題と考えています。最後に一つ聞かせてください。ゴーンさんはカリスマ経営者だったんでしょうか。暴君だったんでしょうか。事実として見ると、僕が入社した当時2兆円の借金があった日産を立て直したという実績は紛れもない事実なのだ。ただし、日産を作り上げたのは彼一人ではなく、多くの従業員でありパートナーや取引先の皆さんです。だから会社を私物化する権利が彼にあるわけではないと考えているのだ。わかりました。カルロス・ゴーン逮捕直後、日産の才川 CEO は約1時間30分に及ぶ会見を行った。この会見は YouTube で見れるので、興味がある人は概要欄からどうぞ。そしてその頃ゴーンは、おいゴーン、お前やっちゃえ日産したんだろ。そろそろ認めろや。私は無実だ。これはクーデターだ。まだ認めないのか。こういう延長だ。マジ屈辱。机も椅子もないし、シャワーは週に2回、昼夜問わず尋問で人権なし。あと何日ここにいればいいんだ。カルロス・ゴーンの交流期間はなんと108日間にも及んだ。本来、逮捕から起訴までの最大交流期間は23日である。それがなぜ108日まで伸びたのか、その仕組みはこうだ。今日でようやく交流期間が終わる。保釈金払ってシャバに出るぞ。2件目の容疑で逮捕だ。これから20日間交流する。え、マジ？そんなのありかよ。20日後。よし、今度こそシャバに出れるぞ。残念、3件目の容疑で再逮捕。さらに20日交流する。はぁ。さらに20日後。もうさすがにこれで終わりだろ。今日こそ出るぞ。逮捕のお時間です。4件目なり。いい加減にせよあれ。こんな感じで1件の交流期間が完了したら、次の逮捕が待ち構えており、それが4度繰り返された。この一連の動きが日本の悪しき風習人質司法である。つまり自分の体を人質に取られ、罪を認めない限り長期間拘束されるのだ。こうしてカルロス・ゴーンは108日間の交流を経て、合計15億円の保釈金を支払い、シャバに出てきたのである。そしてここから日本中、いや世界を驚かせる、脱走劇を繰り広げることになるんだ。
風ついに自宅に帰ってきた。だが保釈条件で24時間監視カメラと監視員がついている。しかも愛する妻キャロルとは接触禁止だ。さらに日本の有罪率は 99.4%。 裁判がいつ始まるかわからないが、始まれば有罪は確定。15年は無所にぶち込まれるだろう。これさ、逃げるしかなくねえ。こうしてゴーンは日本脱出の意思を固めたのである。そして運命の日、2019年12月29日がやってくる。さて、行くとするか。その日ゴーンはいつも通りに外出し、グランドハイアットホテルで協力者であるテイラー親子と合流。その後、新幹線とタクシーを乗り継ぎ、関空に隣接するスターゲートホテル関西エアポートに到着した。ではゴーンさん、この箱に入ってください。テイラー親子が用意したのは、音響機器を運ぶ大型の箱だった。うむ、よし、ゴーンインザボックス、さあ帰りましょう。ね、ねえ父さん、この計画うまくいくかな。ゴーンさんが有罪確定の理不尽な手法にやられてんのに、日本脱出にしよってるやついる？いねえよな。こうしてゴーンは楽器ケースに身を隠し、関西空港からプライベートジェットで、ゴーンイズゴーンレバノンしたのである。ここで皆さんの疑問にお答えしておこう。なぜゴーンは空港の荷物チェックで発見されなかったのか？理由は2つある。まずプライベートジェットは、ハイジャックやテロなどの可能性を考慮する必要がなく、検査がざるだということ。そして関空のプライベートジェット専用施設には、大型手荷物の X 線検査装置が設置されていなかったのである。そして翌朝、レバノン到着だ。おかえりゴーンくん。この国は日本と容疑者引き渡し条約を結んでないから、好きなだけいるといいよ。あざす。この壮大な逃亡劇にかかった金額は、プライベートジェット利用費とテイラー親子への報酬で約7億円、そして保釈金15億円と合わせて約22億円だった。さて、その頃ズンダモンはというと。日産 CEO の才川ズンダです。ボスがいなくなった後の日産は僕が守るのだ。ズンダさん大変です。テレビをつけてください。どうもゴーンです。私は今レバノンにいる。最初に伝えたいことがあります。私は無実です。今起きていることは陰謀。私を恐れたある枝豆によって起こされた陰謀、策略、中傷です。これらを公正な裁判で明らかにするためレバノンに来ました。無実と自身の名誉を取り戻すためにこれから動き出します。さすがボス、一筋縄ではいかない男っすね。でも僕だって負けないのだ。ズンダさん、ゴーンさんが問題になった SAR の件、ズンダさんも同じことをしてることが調査で判明したのですが。マジ？あれやっちゃダメなやつだったのか。気づいてなかったのだ。こうして CEO ズンダモンは短い任期を終えたのだった。そして時は流れ2023年。どうもゴーンです。これから日産と関係者12人に対して1400億円の損害賠償を求める訴訟を起こす。今回のクーデターを引き起こした枝豆たちよ、震えて眠れ。お、ボスを敵に回すのがこんなにも恐ろしいことだったとは。でも戦うしかない。裁判で全てを明らかにしていくのだ。今回の一連の騒動に対しては様々な意見があり、日産の救世主だったカルロス・ゴーンが闇落ちし独裁者になったと捉える人もいれば、強烈なリーダーシップを持ったカリスマ経営者であるという人もいる。特に日本の司法制度についてはゴーンが逃亡を決断したきっかけとなる人質司法という大きな闇が明るみになった。歴史上極めて重要なカルロス・ゴーン事件、今後の進捗を注目しておきましょう。金がね、職もねえのだ。でも日本って世界第3位の経済大国だろう。なんで僕みたいに優秀な妖精が金なし、職なし、女なしになっちまうのだ。これは僕がおかしいんじゃない。僕以外の全てがおかしいのだ。戸口を言ってもぬくぬくニート生活は続く。暇だしテレビでも見るか。先生、どうして日本は貧しくなったんでしょうか。いい質問ですね。実は、一人の男が発明した箱が原因なんですよ。それがこのマルコム・マクレインという人物です。え、誰すかこれ？では今日はマクレインが何を発明し、なぜその発明によって、日本が世界一のお金持ちの国になった後、たった十数年で貧乏な国に転落してしまったのかをお話ししましょう。ふむふむ、僕が社会からログアウト寸前なのはこのおっちゃんのせいだったのか。ちょっと詳しく話を聞かせてもらおうじゃねえの。2023年現在、日本は世界 GDP ランキングで第3位の経済大国です。しかし、その実態は平均年収が30年間減少しており、少子高齢化に伴って社会保障費は増加。さらに円安や物価の高騰が襲いかかり、今や普通の生活を送ることすら難しい貧困化が進んでいる国でもあります。1955年から1973年の高度経済成長期では世界をリードする存在だった日本が、どうして給料が上がらない貧しい国へと転落してしまったのでしょうか？そこには一人の男が生み出した革命
命的なある発明が大きく関わっているのです。今回は日本の経済発展に大きく貢献したと同時に現代日本の貧困を作り出した、物流の神と呼ばれる男の物語。時は1931年アメリカノースカロライナ州。僕はマルコム・マクレーン。親戚から借金をして今日からガソリンスタンドを経営するのだ。なんといってもガソスタは仕入れが命。そこで賢い僕は相場より5ドル安いフィアットビルまで行くのだ。脳死で赤字を垂れ流す素人とは違うのだよ素人とは。やあマルコム、いつもご苦労さん。オーナーこんちはっす。ガソリン仕入れに行くんだよね。そうなんすよ。ただ距離が45キロあって輸送手段が悩みどころなんすよね。じゃあ裏庭にあるトレーラー使っていいよ。マジっすか、ありがとうございますのだ。いいってことよ、頑張れよ。マルコム・マクレーンは1913年ノースカロライナ州のマックストンにて農家を営む両親のもとに生まれます。貧しい家庭に育ったマルコムは大学に進学できずに18歳から働き始め、親戚から借金をしてガソリンスタンドの経営を始めました。この経験が世界を変える物流革命のきっかけとなるとはマルコム本人はまだ知る由もありません。さて今日もおもろトレーラーでガソリン仕入れに行きますか。でもこれ帰りはガソリン持って帰るからいいとして、行きの時間無駄だよね。どうにか有効活用できんもんかね。僕はトレーラーの精霊、今君の意識に介入してテレパシーを送っています。精霊コッパ、何が怖いねん。お前も妖精だろうが。このトレーラー事故車両なのだ。そろそろ買い替えよう。すみません、やっぱスクラップだな。いやすまんて。でなんのよ。行きの時間さ、運送用やったらよくない。それ悪くないアイディアだな。これから世界恐慌を克服するために公共事業が爆増するから、運送用もウハウハ間違いなしっすよ。ってことで運送料を始めましたのだ。さすが敏腕経営者の僕、即断即決が過ぎるのだ。こうして1935年に運送会社マクレーントラッキングカンパニーが爆誕しました。1930年前半、アメリカは世界恐慌の真っ只中。そこで政府は米国経済回復のためにニューディール政策を始めます。どうもアメリカ政府です。ちょっと失業者の数が想像以上にヤバい。工場事業ガンガン増やして雇用を爆増させるぞ。でそこの枝豆擬人化。はい。君の会社ってさ、土砂運搬いける？もちろんですのだ。じゃ、よろしく頼むわ。ニューディール政策によって州の工場事業が開始され、マルコムは土砂運搬契約を勝ち取ることに成功します。これをきっかけに中古トラックを購入、運転手も雇用して事業はどんどん軌道に乗り始めます。うちの野菜の運搬マルコムに頼むわ。俺の会社もドラム缶お願いするね。私も禁止輸送の依頼するわ。我が社はタバコの葉を運んでもらおう。なんだなんだなんだ、みなしてめっちゃ運送頼むじゃねえか。ニューディール政策で道路整備が進んだので、トラック輸送の需要が爆伸びしてますね。しかも第二次世界大戦でアメリカからヨーロッパに大量の物資を輸送するので、軍事需要も相まって爆撃です。やっべえ、もう借りまくって最高なのだ。第二次世界大戦は日本が真珠湾攻撃を仕掛けるまでヨーロッパが戦場でした。そのためアメリカは大量の支援物資をフランスやイギリスに送る必要があり、この時代はアメリカ中の輸送業者が大儲けしたのです。こうしてマクレーントラッキングカンパニーは順調に軌道に乗り、1946年、創業12年目には年商2億4000万まで急成長。このまま運送業で人生勝ち組間違いなしと思われたのですが、第二次世界大戦終了後、思わぬ事態に遭遇することに。むむむ、なんか最近見え消えてね。戦争が終わって需要が減ったのと、ライバル企業が増えすぎましたね。あと自動車が普及したので渋滞による輸送量の低下も顕著です。ふむ、どうしたものかな。利益低下に悩むマルコム。そんな時、アメリカ政府からこんな発表がありました。どうもアメリカ政府です。実は第二次世界大戦で作った輸送船がめっちゃ余ってます。欲しい人いたら連絡よろ。でも、お高いんでしょう？ほぼタダであげます。え？なんなら使い道に合わせて改造もします。ローンも金利ほぼゼロで OK。それもらうしかないですね。ほん、タダ同然で船がもらえるのか。部下よ集まれ。どうしたんすか？賢い僕は考えました。もともとこの会社はオンボロトレーラーをタダで借りたところからスタートした。つまり船がタダでもらえるこのタイミングは千載一遇のビジネスチャンスである。確かに無料はでかいっすね。しかも海上輸送は移動速度が遅いからトラックに比べて安い運賃に設定されてるのだ。その心は？つまり陸運送のライバル会社と価格競争でも優位に立てるってこと。これからは間違いなく船の時代、海運王に僕はなる。ってことで船を大量購入すっぞ。丘の下。アメリカ政府は第二次世界大戦で大量に作った海上輸送船が余ったため、船を民間企業にタダ同然で販売し始めたのです。マルコムはいずれ陸運の仕事が海運に奪われる可能性を危惧していたこともあり、これをきっかけに海運事業に進出。そしてこのマルコムの決断により世界の物流に大革命が起こるのです。さて、
勢いで海運業界に進出したものの問題は多い。何より輸送コストがべらぼうに高いのだ。え、そうなんすか？トラック輸送と大差ないと思ってましたが。これだからショートは困る。まず港に運ぶ荷物を預かるための倉庫が必要。さらに陸路で運ばれてきた荷物を倉庫に入れて保管した後で倉庫から運び出して船に積む。これもまた手間と工賃がかかる。確かし、保管中の盗難リスクもあるのでセキュリティも心配ですね。そうなのだ。港じゃ荷物は盗まれるのが当然くらいに思われてるからな。何より問題なのが沖中市の存在よ。なんすかそれ。船に荷物を積む作業員のことなのだ。こいつらがまた厄介で荒くれ者の集まりなのよ。しかも体はガチムチで結構な金を積まんと動いてくれねえのだ。ガチムチだと大金要求されても怖くて断れないっすね。当時、船に荷物を積む方法は沖中市と呼ばれる作業員によって人力で行われるのが一般的でした。そして輸送費用の 50% は沖中市の賃金となっており、人件費による輸送コストの高騰で採算が取れず、1950年代の海運業界は不況に見舞われていたのです。さらに、枝豆さんよ、沖中市との交渉は俺らに任せな。どうもギャングさんよろしくお願いしますのだ。今回はこの値段ね。ちょっと高すぎるんで。もうちょい鉛筆舐めれないっすか？これだと赤字になっちゃうのだ。は？金払えないなら用はねえ。頑張って自分らで荷物積むんだな。ぐのの、しゃあない。背に豆は変えられねえのだ。これは豆知識としてお伝えしますが、荷物を積むときに船と陸をつなぐ板のことをギャングと呼びます。これに倣ってガチムチの沖中市と事業者を仲介する交渉人としてギャングが誕生しました。ちなみに日本のヤクザも同じく、沖中市と事業者の仲介役として誕生したもので、日本最大規模の指定暴力団である山口組も元は神戸港で沖中市を取り仕切る組織だったのです。面白い歴史ですよね。そしてこの高すぎる人件費が海運業全体の不況を招いてると確信したマルコムは、後日、港湾局にこんな提案をすることに。賢い僕は気づいたのです。沖中市に頼らざるを得ないのは荷物を手積みすることが前提だからですよね。昔からの習慣だからね。でもこのままじゃ海運業界に依頼はありません。まずはこのくだらねえ習慣をぶち壊しましょう。具体的にどうしろと。最初から一つの箱に大量に商品入れて港にでかいクレーン作って積めばよくない？それいいアイディアだな。人件費めっちゃ削れそう。さらに箱はアルミ製で頑丈にして厳重な鍵をつけます。これなら港に倉庫はいらないし保管してまた出す手間もなくなるっしょ。しかも箱を立て積みにすれば大量の荷物を港で預かることが可能なのだ。おい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 、省スペースかつ大量保管ができてさらにセキュリティも完璧とか最高かよ。あと工場出荷の時に最初からこの箱に荷物入れてトレーラーで運べばさ、港でいちいち荷物出す必要ないからタイパ最高なのだ。発想が天才のそれだな。ちな、その箱の名前は？コンテナっすね。港の改造も必要なんでこのプランはコンテナターミナル構想と呼ぶのだ。よし、採用だ。ガンガン投資してコンテナとクレーン作るぞ。こうしてターミナル建設が開始されマルコムはシーランドの名称でコンテナ輸送事業を開始。そして1956年、コンテナ輸送専用のタンカー I である X 号が完成し、初序公開が行われます。社長、ついにやりましたね。この発明で輸送コストは36分の1まで減少。しかもコンテナ化で積み下ろし時間も沖中市だと1週間かかってた物量が、たった8時間と大幅に短縮されましたよ。むこれで海運業界、いや世界の物流は大きく変わるのだ。マルコムはこの航海で58個のコンテナを輸送することに成功し、20世紀最大の発明と呼ばれるコンテナ海上輸送が誕生したのでした。しかし、この発明を喜ぶ人ばかりではありません。おい枝豆、てめえよくも俺らのしのぎを削ってくれたな。でもこれは物流発展のために必要な改革だったのだ。これで世の中はもっと便利になるんすよ。そんな大義名分、俺らの知ったこっちゃねえ。沖中市の連中もブチギレでお前を海に沈めたがってるがどうするよ。何がお望みですか？仕事が減った分の金払え。聞こえなかった？お前の耳は枝豆か？金で解決してやろうってんだよ。わかりました。フィクションのような話ですが、実際にプエルトリコでマルコムが運んだコンテナ船にて、クレーンによる荷上げを拒否され、沖中市に荷役を発注することになりました。これにより3年分の利益が吹き飛び、会社がピンチになる事態に、ギャングにも生活がありますから仕方ない気もしますよね。こうした波乱万丈はありつつもコンテナ輸送は革命を起こし、その結果、日本は世界一のお金持ちの国に成長することになるのです。きっかけは1965年ベトナム戦争開戦後のこと。どうもアメリカ海軍です。ベトナム戦争が始まって大量の補給物資を送る必要があるんだが、輸送にめっちゃ苦戦中、誰か助けてくれメンス。よかったらそれはガシャに任せてくれません？コンテナ輸送ならマジ楽勝なんで。え、わかった任すわ。こうしてマルコムはベトナム戦争の物資輸送を受注します。そしてベトナムから帰る時にある考えを思いつき、日本の運命が大きく動き始めるのです。
コレイキは軍の物資で満載だけどさ、帰りがからのコンテナばかりなんだよね。これってラソスタの時と同じでちょっともったいなくね。往復分の運賃もらってるので、帰りに何か輸送できたらウハウハですね。賢い僕はひらめいたのだ。今日本の電化製品が激アツなのよ。だからベトナムの帰りに日本に寄ってアメリカに持って帰ったら。ワンチャンありますね。ってことで早速交渉しよう。もしもしジャパン。はいはい。今日本の経済成長がやばいって聞いてんだけど、アメリカに輸出したいものとかない？電化製品とか輸出してもらえるとマジ助かりますね。了解なのだ。じゃあ横浜港に寄るからコンテナの準備しといて。丘の下。1960年代の日本は高度経済成長期であり、アメリカとの貿易額は世界で2位となっていました。そこに目をつけたマルコムは1968年に横浜と西海岸の定期航路を作ります。コンテナ輸送のおかげでメイドインジャパン製品が世界中に大量輸出できて爆撃はロタ。僕の発明で日本経済が爆速で成長してくさ。コンテナ輸送により日本の高品質な工業製品が世界各国へと流通し、わずか数年でアメリカに次ぐ世界第2位の経済大国へと成長しました。また輸送コストが減ったことで各国の企業は自国の工場ではなく、中国などの人件費の安い国に工場を作り生産を行う、グローバルサプライチェーンが活発化します。我が国は人件費が日本の10分の1、安く製品作れるでアピールして外国企業を呼びまくり世界の工場になりました。経済発展しまくってもり。なんだなんだ。コンテナ輸送で世界がどんどん変化していくじゃねえか。そしてシーランドはというと。社長、ついにやりましたよ。今年度の利益435億円達成です。やったー。爆撃すぎて草なのだ。こうしてマルコム・マクレインはコンテナ輸送の発明により事業化として大成功を収めますが、1982年に破産申請を行うという波乱万丈な人生を送るのですが、それはまた別のお話。そしてコンテナ輸送により輸出大国となった日本は、このままさらなる経済発展を遂げてめでたしめでたし、と思われたのですが、1991年のバブル崩壊以降、失われた30年と呼ばれる低成長期に突入します。むむむ、なんか日本の製品売れなくなってね。どういうこと？中国をはじめとするアジア新興国が成長して、これまで日本でしか作れなかった製品が低価格で大量生産されてるのでシェア奪われてますね。マジかよ。あとグローバル化に伴って国内企業も終身雇用が難しくなり、就職氷河期来てますよ。え、どういうこと？発展途上国との価格競争が激化してて人権削らないと勝てませんよね。だから新卒採用できないんです。あと単純に国際競争力が低下して貧困に向かってる説ある。ってマックで JK が語ってました。JK 革新ついてテスコ、企業が弱って、給料上がらず、少子高齢化も進み、物価は上がる。これも視野に本積んでね。1970年代の高度経済成長期において、日本の競争相手はアメリカをはじめとする先進国企業でした。そのためコンテナ輸送により輸出コストが減ったことで、価格競争を意識せず、品質や性能を高めることで勝つことができたのです。しかしグローバル化以降は、アジア新興国との価格競争が最も重要となり、日本の製造業は優位性を失いつつあるのです。つまりコンテナ輸送により世界が低コストで繋がれるようになったことにより、日本は天国と地獄を味わったわけですね。ということでマルコム・マクレインが発明したコンテナ輸送により、日本は世界一のお金持ちの国になりました。一方で、世界のグローバルサプライチェーンが急速に進んだことで、その後わずか十数年で貧しい国に転落してしまった、というわけですね。では今日の授業はここまで。また来週お会いしましょう。へえ、さすがはアキア。わかりやすかったです。ん？母ちゃんから電話だ。もしもしずんだ、最近工場の仕事が増えてきてるよ。あんたも実家に戻って働いたらどう？おいおい母ちゃん、僕のようなエリートが工場で働くなんて逆に国の損失だろ。そんなこと言っていつまでニート続ける気？むしろ働いたら負けとすら感じているのだ。2023年以降は円安やアジア新興国の人件費、燃料価格の高騰なども相まって、日本企業が海外生産するメリットが薄れています。そのため現在では国内回帰の流れがあり、日立、京セラ、ソニー、パナソニックなど、日本の主力企業が国内工場での生産数を増やす方向に舵を切っています。ぜひこの流れが加速して高品質なメイドインジャパン製品が復活し、これからの日本が好景気を迎えることに期待したいですね。時は1715年。ワイドウも江戸幕府だよ。突然ですが日本の地理状況をリサーチします。そこの君、日本の北って何があるわけ？
北海道本島と千島列島はとカムチャツカとカラフトっすね。一応、俺らが管理してますが、アイヌっていう先住民が勝手に暮らしてる感じですわ。オーケーオーケー。あの辺、ロシア近いからぼちぼち管理よろしくね。当時、北海道本島と周辺の島々にはアイヌ民族が住んでおり、松前藩がアイヌと交易を行いながら支配していました。その頃、ロシアでは、我らの目的は世界征服であるて初めにアジアから行くぞ。どこを狙います？まずは日本からだ。イエスサー、ロシア帝国は領土拡大のためにアジア進出を積極的に行っており、1711年に千島列島のシムシ島を征服しました。この行動をきっかけに両国は300年以上続く泥沼の領土紛争に突入します。今回は北方領土を今なお続く領土紛争地域に落とし入れた真犯人について、歴史とともに紐解いていく物語です。時は流れ1904年、日本とロシアは朝鮮半島をめぐり対立関係にありました。ロシアさん、満州から撤退してくれない？わ？お前らどこの言うことを聞く理由がどこにある？戦争だ。こうして1904年2月に日露戦争が開戦します。日本とロシアは激しい戦いの末、東郷平八郎率いる海軍部隊がロシアの切り札であるバルチック艦隊を撃破。これをきっかけに和平交渉が始まります。僕は大日本帝国の外務省に勤めるエリート官僚。今日も日本領土拡大のために思考を巡らせるのだ。つんだくん今日時間あるかな？まあ暇っちゃ暇っすね。じゃあロシアとの和平交渉行ってきて、アメリカさんもいるから失礼のないようにね。了解ボス、エリートの僕に全て任せるのだ。こうしてつんだもんはロシアとの和平交渉に向かいました。じゃあまずは日本の条件を聞こうか。はい、なのだ。まずロシアは満州国から完全に撤退してほしいのだ。それからカラフトとその周辺の島は日本にください。あと戦争でめちゃめちゃお金かかったので全額ロシア負担で、その他もろもろあるけどメインはこの辺りなのだ。ロシアさん、今の話はどう？満州撤退は OK だけどカラフト全部と賠償金は無理だね。カラフト半分あげるからお金は諦めてよ。ずんだくん、確かに土地とお金もってなると日本ってお金のために戦争する国なんだって世界に思われちゃうよね。この辺が手打ちじゃない？わかったのだ、その条件で OK なのだ。こうして日露戦争で日本は勝利し、ポーツマス条約によって北の領土も拡大することができました。これで日本とロシアは仲良くなってめでたしめでたしと思われたのですが、ここから世界は第二次世界大戦に突入します。そして1941年、日中戦争で厳しい戦いをしていた時。ネゴシエーターズンダ君。なんすかその呼び方。今さ、日本と中国で戦争してんじゃん。ほんと戦争狂っすよね。でさ、今ソ連が南下してきて日本攻撃してきたら、ぶっちゃけ日本フルボッコ食らうんじゃね？ってマックで JK が語ってた。マック？だからズンダ君の優秀な頭脳でこの戦況を打破してほしい。ふむふむ、そりゃ完全に僕の出番っすね。エリート交渉人ズンダにお任せなのだ。君乗せやすくて助かるよ。1941年に日中戦争で厳しい戦いを強いられていた日本は、今後の戦況を考慮してズンダモンにロシアとの交渉を任せるのでした。賢い僕は考えました。日本は今日中戦争でいっぱいいっぱい。今ソ連さんから攻められたら満州国と朝鮮半島を守るのは無理。一方ソ連さんはドイツと今にも戦争始めそうな雰囲気っすよね。ってことは日本に攻められたら東西挟み撃ちでログアウト必至。つまり今はお互い戦わないことで合意した方が得策じゃないっすか。でも多分ドイツには負けないと思うけどね。それってあなたの感想ですよね。なんかデータあるんすか？まあ確かにそうだね。じゃあとりあえずこの条約には合意するとして、有効期限は5年としておこうか。OK なのだ。こうして1941年に日ソ中立条約が結ばれ、1946年までお互いの有効、中立が約束されたのでした。そして4年後、1945年8月に広島と長崎に原子力爆弾が投下され、日本は戦争に負けました。戦争に負けてしまったのだ。涙が止まらないのだ。でも、もう戦わずに済むのは良いことなのだ。平和が一番なのだ。敗戦を嘆き悲しむズンダモン。ですが同時に長きにわたる戦争が終わったので一安心。と思ったのもつかの間。どうもソ連です。これから北方領土を侵略します。どういうことなのだ。日ソ中立条約は1946年までなのだ。今はまだ1945年っすよ。あ、その話ですか。いろいろあって破棄することにしました。容赦なく攻撃させてもらいますね。めちゃくちゃなのだ。こんなこと絶対に許さないのだ。1945年8月9日、すでに日本の敗戦が確定している状況下で信じられないことにソ連が、日ソ中立条約を一方的に破棄し、北方領土への侵略を開始したのです。この島はこれよりソ連のものだ。日本人は全員出ていけ。うわぁ、ソ連が攻めてきた。逃げろ。何をしてるのだ。ここは日本の島なのだ。うるせんだよ枝豆が。さっさと島から出ていくんだ。クソ、逃げるしかないのだ。
ソ連による北方領土侵攻は日本の敗戦がほぼ確定した後の出来事でした。日本兵はすでに武装を解除していたためほぼ無抵抗で降伏したと言われています。そのため死傷者が出なかったのが唯一の救いとも言えるでしょう。こうしてソ連の一方的な侵略行為により、8月28日から9月5日までの約1週間足らずで歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島が占領されました。住むところを奪われた、ズンダさん。私たちはこれからどうやって生きていけばいいの？あの島には大切な思い出や先祖の大事なお墓もある。一体、私たちが何をしたというの？皆さんごめんなさい、僕の力不足なのだ。でもまだ諦めないのだ。戦争の後、日本はアメリカの統治下に置かれるから、アメリカさんに相談してくるのだ。こうして北方領土に住んでいた日本人は全員追い出されてしまいました。ズンダモンは島の人たちの生活を守るために、戦後の日本を統治するアメリカに相談を持ちかけます。アメリカさん聞いてほしいのだ。ソ連が条約を破って侵略してきて、北方領土を占領されたのだ。日本人も全員追い出されて島民の生活がめちゃくちゃなのだ。それは大変でしたね。でもまあ、そんなに大した話じゃないのでは。日本とソ連の意見がちょっとずれただけでしょう。いやでも。てかそもそも本当に北方領土は日本の土地なの？なんか証拠でもあるのかな？1885年に日露通商条約を結んだ時に、国境は択捉島で区切るって話がついてるのだ。ち、あんのかよ。それに先祖の人たちが一生懸命港や牧場を作って開拓した土地なんすよ。しかも日本が降伏宣言をした後も侵略を続けるなんて国際法違反なのだ。まあいろいろ意見はあるだろうけど、もう北方領土はソ連に渡すってことで納得してもらえないですか？いろいろ戦後の処理で忙しいんですよね。でもあの島に住んでいた人たちはこれからどうやって暮らせばいいんすか？あのさ、その辺は自分たちで考えようよ。悪いがもう時間だ、失礼するよ。アメリカに助けを求めたが相手にしてもらえなかったズンダモン。そしてこの数ヶ月後、なぜアメリカへの日本のお願いは無視されたのか、その理由が明らかになるのでした。ズンダ君ちょっといいかな？はい。例の北方領土侵略の件だけど、実は裏でこんな密約があったらしいんだ。今日は集まってくれてありがとう。第二次世界大戦もほぼ勝ち確だし、今後のことを話し合うためにこの会を開きました。で、結論から言うと、ソ連さん、日本を侵攻してください。え、日本とお互いに侵略しない約束をしてるんだけど、それは大丈夫なの？ OK です。日本がごねたらアメリカがうまく説得しますよ。それよりさっさとこの戦争を終わらせたいんですよね。それならいいよ。ただし、日本敗戦後は北方領土をソ連に引き渡すこと。これが条件ね。丘の下。てな感じ。ってことは北方領土を支配させた真犯人はアメリカだったんすか？だからあの時全然相談に乗ってくれなかったのだ。悔しいのだ。ソ連による日ソ中立条約の一方的な破棄と北方領土不当選挙の裏には、1945年2月に行われたヤルタ会談での密約があったのでした。さらに北方領土侵略時には、アメリカで作られた軍艦やアメリカで訓練を受けたソ連兵が参加しており、実質的な協力関係にあったと言われています。そしてこれ以降、北方領土の問題は大きな進展は見せていません。それから時は流れ2016年。どうもプーチンさん。それで北方領土の件なんすけど、そろそろ解決しませんか？そうだね。ロシアとしても平和的に解決したいと思ってる。検討を加速しよう。おなしゃす。2018年シンガポールにて。あ、どうもどうもプーチンさん。北方領土の件ですが。うむ、検討を加速しよう。2020年、日露電話会議にて。あ、どうも。検討を加速しよう。もしやプーチンさんも検討に検討を重ねて、検討のために検討を加速するタイプの人？ソ連時代に北方領土を不法占拠して80年以上経ちますが、ロシアは軍事的、資源的な意味で北方領土を手放す気はありません。ですが、日本には自分の故郷を奪われ、思い出の地に足を踏み入れることさえ許されず、先祖のお墓参りに行けないことで嘆いている人が大勢います。ロシアの現体制が崩れ、日本がいつの日か、北方領土を取り返せる明るい未来に期待したいですね。時は1534年。お、釣魚島が見えてきた。そろそろ悠久に着くぞ。この辺の島々に住もうとは思わんが、あの島、航海の目印には超使える。当時、尖閣諸島の魚釣島は中国の使者が悠久王国に近づいたことを知るための目印であった。350年後。あの、すいません。何でしょうか？実は中国に行くときいつも見える無人島があるんですが、あれって日本の島でしょうか？いや、あの島はどこの国のものでもないですよ。どうしましたか？実はあの島にアホウドリがめっちゃいるんですよ。だから羽毛取って外国に高値で売りつけたいんですわ。そういう話なら政府に確認しますね。
もしもし政府さん、あの島は商売して OK でしたか？多分大丈夫だと思うけど中国の島じゃないか調査して。数日後、慎重に調査しましたが、誰も住んでないし大丈夫そうですよ。了解、でも今中国との関係が微妙なんだよね。日本の島と宣言するのはちょっと待とうか。11年後。いつまで待たせんだあのボンクラ役人どもが。どうもボンクラです。あ、こんちゃ、日清戦争も終わったし、正式にあの島、日本のものと宣言します。え、マジっすか？じゃあ商売してもいいんすね。うん、30年タダで貸すからガンガン稼ぎなさい。こうして尖閣諸島は日本の領地になりました。この行為は国際法上正当に領有権を取得するやり方に合致しています。なお尖閣諸島とは石垣島の北方130から150キロメートルの海域にある5つの島と3つの岩の総称です。まあ何にせよ無事に尖閣諸島は日本のものとなったのですが、ここから世界は第二次大戦に突入してしまいます。そして皆さんご存知の通り日本は戦争に負けました。尖閣諸島はアメリカが統治するからよろしくな。やだ、返して。わかった返すよ。こうして結ばれた沖縄返還協定によって尖閣諸島は無事沖縄諸島とともに日本に返還されたのでした。いやよかったよかった。どうも国連です。実は1968年に行った調査で尖閣諸島の周辺にごっつい量の原油があることがわかってます。もちろん排他的経済水域的にそれも日本が独占できるんごおめでとう。え、マジ年末前後当たった時ってこんな感覚かな。おおたまらんぜよ。こうして尖閣諸島は正式に日本のものと世界に認知され、さらに資源も手に入りめでたしめでたし。と思ったのもつかの間。ちょっと待った。その島は、中国の釣魚島だ。こうして今もなお続く尖閣諸島をめぐる争いの火蓋が切って落とされたのである。この物語は、世界中を巻き込む中国の迷惑系 YouTuber さながらの違法侵入行為、その全記録である。話は沖縄返還協定が成立する3年前、日本国外務省にずんだ者はいた。僕は外務省の高級官僚、になりたい一般職員なわけだが、合コンで霞が関マウント聞かせて勝ち組のふりするのは至高のひととき、それは今日も僕が生きる糧なのだ。君、ドライブは好き？いきなりなんすか？好きだよね、ガソリンの値段下がって安くドライブできたら嬉しいよね。まあ。じゃあ尖閣諸島にいる中国との外交、任せたよ。あいつらここは中国の島だと言って聞かなくてさ、めちゃ不法侵入とか密漁してくる。え、それ一般職員の僕でいいすか？てかなんで中国は自分の島って言い出したのだ。今までは何も言ってなかったっすよね。いや実はね、国連の調査で原油が見つかった時に。尖閣諸島周辺に原油が超埋まってるんだって。一緒に掘ろうぜブラザー。いや自分たちでやるんで大丈夫っす。このクソファッキンジェップが。尖閣諸島って本来あんたの領土じゃないの？一緒に原油掘って爆撃出そうぜブラザー。え、それありだな。この島は中国の釣魚島です。これから原油の採掘を開始します。てな感じ。原因お前なのだ。尖閣諸島周辺の莫大な原油埋蔵量が発覚した1968年以降、中国の動きは凄まじかった。1970年、当時まだ米国支配下であった尖閣諸島に不法上陸、密漁を繰り返す。困り果てたずんだ者はアメリカに助けを求めたのである。アメリカさん助けてほしいのだ。中国が毎日やってきて好き放題するのだ。尖閣諸島は一応アメリカの島だけどさ、位置的に実質日本の島じゃん。我々は管理してるだけ。だから、中国とのいざこざは自分たちで解決しろよクソボケが。え？失礼、心の声が漏れてしまいました。アメリカさん意外と冷たいのだ。管理とは一体？事実としてアメリカは日本と中国の争いに巻き込まれるのを嫌がり、沖縄返還条約に尖閣諸島を含める表現を嫌がったが、日本側の交渉により返還領域に尖閣諸島を含む表現で合意したのである。さらに1971年サンフランシスコにて、尖閣諸島は中国の領土である。日本は即刻、我が国に返還せよ。学生さんまでご苦労なことなのだ。でも日本のものには変わりないのだ。楽観視していたずんだもんだったが、このデモ活動は勢いを増していき、ロサンゼルス、ニューヨーク、ワシントン DC でも数千人規模のデモ活動が行われた。さらにさらに香港では燃やせ燃やせ。はっ、あいつらついに日本国旗を燃やし始めたのだ。クレイジーすぎて手に負えんぞ。アメリカに次ぐ尖閣諸島を日本に返還せず台湾に返せ。お次は台湾なのだ。もう僕ログアウトしていいっすか。1971年に始まった中国と台湾による尖閣諸島反日デモは、驚くべきことに40年以上続いており、直近ではなんと2012年にも行われた。ストーカーもびっくりの粘着力である。このデモ活動を皮切りに日本と中国間の対立はさらに激化していく。と思われたのだが、翌年1972年に意外な方向転換を見せることになる。もう中国との交渉ギブス、なんとかしてくださいなのだ。ここまで大きくなると難しいよね。よし、ちょっくら話してくるか。中国さん、日中戦争も終わり早20年以上が経ちましたね。そろそろ仲直りしませんか？そうだね、外交とか始めていこうか。意外とすんなり受け入れてくれたのだ。
じゃあ尖閣諸島の問題も終わりにしてもらっていいすか。いや、その話はしたくない。どうしてなのだ、仲直りするんじゃないんすか。今回は話したくない。てか、もともと尖閣諸島とかどうでもよかった。でも石油が出るから問題になった。ぶっちゃけ石油目当てて騒いでるのは認める。でも今はこの問題について話したくない。この問題は触れずに一旦保留にしておこうよ。きっと次の世代は我々よりももっと知恵があるだろう。みんなが受け入れられる良い解決策を見出せるはずさ。てか石油目当てでイチャモンつけてるって認めてるのだ。それならもう終わりでいいのでは。話したくない。こうして1972年に行われた日中共同声明では、尖閣諸島には触れずに日本と中国はいびつな仲直りを果たしたのであった。ちなみにこの時中国から日本に国交回復の証として贈られたのが、上野動物園の人気者であったパンダのカンカンとランランである。次の世代か。確かにあと10年20年もすればきっとお互い仲直りできるはずなのだ。時間が解決してくれるのだ。もしかすると中国って実は良い人たちなのかも。時は流れ1992年。領海法を制定します。なお尖閣諸島は中国領です。はぁ、あ、次の世代に託すって話は何だったのだ。あ、その話ですか。実はあの時戦争で忙しくて日本と対立するのも面倒だからお茶を濁しました。でももう大体片付いたからここからは好きにさせてもらうね。さすがの僕も腹が立つのだ。お前らの好きには絶対にさせないのだ。日本の平和は僕が守るのだ。あまり強い言葉を使うなよ。弱く見えるぞ。1992年2月25日に中国は領海法を制定。この法制定により尖閣諸島は中国の領土だと初めて中国の法律に記載されたのである。日本は日中共同声明における中国の先送り発言により、まさに強化水月のごとく中国が尖閣諸島問題を気にしていないと錯覚させられていたのである。さらに時は流れ2008年。なんだこの船、ここは日本の海なのだ。すぐに出ていくのだ。数日後また船が来たのだ。それに今回のやつは大砲ついててちょっと怖いのだ。総理、なんとかしてほしいのだ。中国さん、尖閣諸島にちょいちょい侵入するのやめてくれない？不気味なんだよね。なぜ？あの諸島は中国のもの。その意思を行動で示しているまでだ。あと島の名前は蝶与島だ。間違えるな。前は自分たちも尖閣諸島って言ってたよね。蝶与島だ。あかん、こいつら記憶消しとる。1972年に一度は石油目当てでイチャモンつけてると認めた中国だが、1992年以降は尖閣諸島は最初から自分たちの島である主張を強め、お前のものは俺のものと言わんばかりのジャイアント血を分けた兄弟のような傍若無人ぶりを発揮するようになったのである。そんな中、2010年に事態をさらに悪化させる大事件が発生する。ここは中国の海、当然魚は取り放題だ。そこの船泊まるのだ。ここは日本の海で漁は禁止なのだ。ちょっと話を聞かせろなのだ。うざ、無視して逃げよう。船が壊れたじゃないか。これはさすがに見過ごせないのだ。公務執行妨害で逮捕なのだ。これは2010年9月7日に実際に起きた尖閣諸島中国漁船衝突事件である。違法操業をしていた中国漁船が海上保安庁の巡視船2隻に衝突し、公務執行妨害として船長と船員全員を那覇市長検察庁石垣支部にて拘留した。おい、中国の海で漁をしてただけなのになぜ逮捕されるんだ。今すぐ釈放しろ。彼らは日本の海で魚を取ってたのだ。それに船も壊されたのだ。さすがに無罪放免とはいかないのだ。うるせんだよ枝豆が。今すぐ釈放しろ。戦争したいのか。わかったのだ。ただし船長はダメなのだ。あと10日間捕まえておくのだ。何調子乗ってんだ。じゃあ日本に出荷するレアアースの手続きを止める。あと日本人が軍の施設を勝手に撮影したから4人拘束する。マジでなんなんすかこいつら。でも船が壊されたのは事実だから損害賠償は請求するのだ。払わん。いやでも払わん。さっさと釈放しろ。てかさ、お前ら謝れよ。あと金払え。いやいや何言ってんすかマジで。中国の海で漁をしてた人を間違って逮捕したんだ。間違ったらごめんなさいだろ。もう完全に当たり屋なのだ。田舎のゲーセンにもここまで理不尽なヤンキーいないぞ。武力を盾に中国に好き放題やられているズンダモン率いる日本、困り果てていたズンダモンにまさかの救世主が現れるのである。この事件の後、同じく2010年アメリカにて、今回の尖閣諸島の衝突事件、アメリカは日本を全面的に支持する。また1972年に沖縄返還の際、尖閣諸島は沖縄と共に日本に返還した。これが事実だ。アメリカが味方してくれたのだ。心強いのだ。あともし尖閣諸島が中国に無理やり占領されたら、アメリカが日本を助けるよ。ち、アメリカが出てきたか。さすがに枝豆をいじめすぎたかな。だが尖閣諸島は我々中国のものだ。そこを曲げることはない。2010年10月、アメリカが尖閣諸島は日本の領土であり、中国の武力行使による尖閣諸島の占領が起こった場合、日米安保条約により日本を助けると宣言した。これにより中国の尖閣諸島への侵攻は減少すると思われたのだが、時は流れ2023年。中国が尖閣諸島を自分たちの島と言い出して50年も経ったのだ。さすがに中国もそろそろ飽きたっしょ。
いや毎日来てるぞ。ストーカーもびっくりの粘着力なのだ。もう嫌なのだ。僕が生きてる間に解決しそうもないぞ。総理どうしたらいいのだ。尖閣諸島の領土問題は存在しない。いや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 毎日来てるっすよ。存在しない。最近じゃ戦闘機も存在しない。ボットなんすか。2023年5月に発表された海上保安レポートによると、2022年の尖閣周辺での中国船の確認は336日と過去最多を記録している。しかし日本政府は領土問題は存在しないという固くな姿勢を変えておらず、中国も尖閣諸島は自分たちの領土であるとの主張を覆すことはなく、この問題は平行線をたどっている。ただし、世界的には尖閣諸島は日本のものと認知されていることがわかるエピソードがある。その話を紹介してこの物語を締めくくろうと思う。ある日、ハーバード大学で世界的な歴史学者であるエドワード教授が、世界の紛争について講義をしていた時のこと、中国人学生が立ち上がりこう言った。教授、釣魚島も紛争中の領土ですよね。今回の講義ではなぜ取り上げないのですか？はい。釣魚島ですよ。日本が勝手に自分たちのものだと主張しているんですよ。この講義でも取り上げるべきでは？まず、国際的名称である尖閣諸島を使って話をしませんか？言い方なんて何でもいいでしょう。その尖閣諸島とやらは中国の領土なのに紛争地帯ではないという理由があるんですか？まず、尖閣諸島は明らかに日本の領土です。紛争地域だったことは過去一度もありませんよ。現在の尖閣諸島は紛争状態とは言いません。中国の一方的な違法侵入とみなすのが正しいでしょう。残念ながら、実際尖閣諸島が中国の領土であると認めている歴史家は中国人以外には誰一人存在しません。いや、中国人の歴史家ですら少数派です。歴史を学んだ人たちは真実を認めざるを得ません。尖閣諸島は日本の領土です。激高する中国人学生を尻目に、さらに教授は続けます。あと、私は個人的に北京は日本領土だと思っているよ。そんなはずないでしょう。つまらない冗談はやめてください。そう、私が言ったのはただの冗談。私がいくら北京が日本領土だと言っても面白くないし、事実は変わりません。同様にあなたや中国政府がいくら主張しても、尖閣諸島が日本の領土だという歴史的事実は変わりません。日本があなたや政府の発言に付き合わない理由がわかりましたよね。中国はすでにウイグル、チベットなどの少数民族を違法に併合して国際紛争を起こしています。今の状況で尖閣諸島のような小さい島をさらに奪おうとするのは強欲甚だしいと私は考えます。この話はニュースや SNS で取り上げられ、世界中に拡散されました。日本人だけでなく世界各国にも事情を分かってくれる人がいるのは心強いことですね。武力で領土を奪い合う時代は日本国内では終わっているはずです。世界規模ではそうではない事実が悲しいことですが、中国が力ずくで尖閣諸島を占拠しようとする未来がないことを心から願います。最後まで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録よろしくなのだ。